エルボーサポート JP プラスは6本の伸縮ストラップが多方向から肘を固定し、肘全体を守ります。それでは装着手順をご説明します。すべてのストラップを緩め、腕を入れ、肘の位置を合わせます。内側の2本のストラップを引っ張りながら止め、肘を少し曲げます。外側の4本のストラップを重ならないように止めていきます。最後に肘を曲げ伸ばしして4本のストラップでお好みの固定力に調整しながら、しっかり固定されているか確認してください。これで装着完了です。このエルボーサポート JP プラスは内側にナイロンスリーブがあり、装着が簡単です。また2層構造になっているので、肘全体をしっかりとサポートします。